悲惨なことです。二度と戦争があっちゃなりませんね。ああいうことがあっちゃいませんね。忘れられませんつらい日ですね。余計な人が死んだ亡くなったんですからね。被爆当時32歳だった川口さんは、疎開先だった広島市郊外の九谷村で大音響とともに広島市方面に立ち上るキノコ雲に驚いたと話します。吉島町にあった自宅に残してきた娘が心配で、市内が見下ろせる峠に何度も登り、広島市内の様子を見つめたといいます。あんなことが二度とあってはいけないと話す川口さんは、平和な時代であることを静かに願っています。疎開して子供みんな連れて 4,5 人連れて田舎へね。8月そうじゃね、1日か2日に疎開したんじゃもん、ね、ここの主人の弟がお姉さんだ、その前にこれが空襲があってね、あ子供連れて帰、田舎へ連れてとかに危ないで、今度は広島がやられるぞ言うてから、吉田さん今言うたんです。そうじゃの言うて、おじいちゃんがそれがいいかろう言うて、ほいで 4,5 人を連れ、ここの私連れてみな、田舎へ私の里へ帰ったつつぜ言うとかね。それは吉田乗ったのおじいさんおばあさん、それから弟吉人さんいうのにあれらがおったんですよね。おとといの嫁とね、あれらがおりましたよね。こっちにはあれらが心配な気配、お姉さんが、はい、疎開しとかね、その時に学童疎開ささにゃいう時期じゃったけんね。学校の生徒みんなおじき親戚なるものみんな田舎へ親戚の人行っちゃったけ。でまあ、うちはあそこじゃから、じゃあやっぱりつつぜお願いしよういうことになって、5人連れてから私は用事行って、4人連れてから行きましたよ、今から田の草取りに行こう言うて言うのじゃったんじゃない。私はまだ家におった。おとといは田中さん、はい、太鼓ってあれ、弟の嫁は田んぼを足を突っ込んだら、とかすごい音がした。わあお姉さん爆弾が落ちた、あいたあっちからおらぶんです、向こうの畑からね。ほうじゃねえってか、後ろこうやって見りゃ、あんたちょうど家の裏の山の上、ガッ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 煙がね上がりよるじゃありませんか。あれが爆弾の、あれが爆弾じゃったんじゃねえ思って、ね、びっくりしましたよ。あなた見たことない、こよにね、こよになって上がるんですよ、あれは爆弾が落ちたんじゃ、あれが爆弾のじゃカスになるね言うたりしてからね、わからんからね。ちょうど家の真裏にこうその雲が上がるのが見えるんよね、あら古い地か安の方じゃがね、あそこはもう広島じゃ見えんのよ、それはうちの裏じゃってちょうど怖かったですしよ。反対してその爆弾の音が大きなんじゃけえんだ、みんなびっくり仰天に、畳の上田舎じゃまたもう一枚薄いの引いとりますよね。それがパーッと上がって、あなかった。あれはね、はしかを患ろうってね、あと耳が悪くなった、目や耳が。ほいであっちに田舎にお医者さんがないわけ、ほいでこっち連れてきて、おばあちゃんにお願いしますって、おばあちゃんに石間に連れてきてくれよっちゃった。ちょうど今ね8時過ぎとるんじゃけ、ちょうど病院行った時間じゃがの思うてね、気が気じゃなかったですよ。そうこうしよったら
近所に宮川さんよ人が、あの時代に東洋工業いうのがあったんじゃろうね、水泳で酔っちゃった。それが朝ちょうど8時頃戻ってきてね、ごろな広島から。ほいで私ここへ田舎疎開しておることがよう分かったるけ、川口さん川口さん、私綾子さんとおらんでん、そのおじさんがね、どうしたんかな。まあ広島大変ですよ、爆弾が落ちてから火事になっとるんよ言うて、まあどうしようかいの。でお茶の節骨骨連れてきとるし、ほいですぐ山へこう上がって、今の阿武茶のこう峠のところ上がってみたら、それ山がこうなっとるから、こっちここの低いところへ上がるわけ、こっちからね。そこから広島が一面に見える、うん、そこまで上がりゃね、てっぺん無理に上がらんでも、うん、さあの時は20分もすぐ取ったでしょうね、うん、まだね煙があのあっちとこっち3箇所ぐらいしか見えなんだよ、その時は。こう煙が出る、あれあれあそこで火事になるよ、らやもうたの3箇所ぐらいじゃった、初めは。それから心配なきゃ、また何べんもかって行くたんびにたくさん広がっとる、この白い雲の中から赤石が燃えよるじゃせんか、あれは火事になっとる、あやもう、まあこれこっち吉島どうなっとるんかしら思うて心配でね。まああっちからじゃ吉島こっちといいから、町の中にはねそう見やせずに、娘をこっち連れてきてから現れるのは、連れてこないかったね思うたりしたり、気は気じゃなかったですよ、うん、心配でしたよ、うん、それからあのその日ねステージ山上がったり降りたりして、まあしまいにはもうね広島全市が燃えるんですわやね、まあ、火事になっとるんじゃけ、それからねその夕方じゃったような気がするんですがね、山上がってもう一遍あ火事は収まったかいの思って上がっとったら、雨が降り出した、大きな雨がね、うん、あれあれ雨じゃいて頭がこうやって手ぬぐいを襲ってから走って降りたのを覚えてますよ、うん、あの雨の大とるもいいことないよね、大きな雨じゃね思いましたよ、うん、まあこれは明日の朝じゃあ広島帰るわ言うておか私の母に送信、それ行かにゃいけん、弁当しっかりしてご飯炊いて結びしてから持っていかにゃ、食べるものにも大変じゃろうでって母が言ってから、お結びしてからせなおうてね、朝5時にあっちゅう出てね、おうから夜は眠れました、そりゃ寝られやつもせん心配で、まあ、明日の朝とにかく早起きていかないけん思うてから、まあこの朝ずっと緑からこっち歩かなしようがないわ思って広島までずっと歩いてきました。途中で何遍もあのあっちから、心配で来られた人でしょ、途中では死んでんよね、そのお母さんが、お母さん言ってから泣きよっての人もおるし、ありゃりゃ思ってからおかよ、忘れません、蚊帳を待とうっておじいさんがドロドロひこじって戻りよっちゃったのを覚えとるよ、うん、途中でね泣いたりわめいたりする人と何遍も会うてから、お母さん言って泥べりで泣きよってのあれ死にそうなんじゃねえこれは思ったり、それから横側入ってやはり横側まで着いた思った時に臭い、すごく悪臭がする、あれこれはいけなんだな、マスクでもしとらねえいけなんだんじゃねえ思って、なんとも言いようのないな。その時にあそこに瀬川倉庫があった、そこはまだ中の材料がどっとどっと燃えよったよ、うん、私ハンカチこうやって襲ってね、
だから横川こっち電車通りこっち下がろう思ったところやね、電車が止まっとった。電車の下から足がのぞいとるんや。真っ黒焦げの材木が真っ黒焦げになったような、あれはこれ人間の足じゃ思ってびっくりしましたよ、あの時の船入りでこう見た時に、あの電車通りを歩いて戻る時にザーッと死体が並べてあるの。それ面白がかけてある。田舎からあの時代在郷軍人が出てこられたんやね。ほでまだ生きとるからよ、水くれ水くれ水くれんが耳、今でも耳ついとるよ喉を渇いたんでしょうでね。どんな人かわからん、右下でねこうねこうって後ろむしろかけられておらびよってちゃき、顔を見ることはできん。まだ生きとるのにむしろかけた、うん、よし島行く、橋がありゃいいがの、そればっかし橋がなかったらこっち行こうあらと渡らずっとこっちに電車通り下がってこっち来よったら住吉橋があったけ、やれ嬉しい、これ渡っていこう。こっちが住吉橋を渡ったら刑務所が見えたけ、ああ刑務所があら大丈夫じゃのこりゃ思うて、その時歩いてきたんです。そうだね、ただここへ来たらここの庭いっぱい町内会の人が寄っとってん、うん、あら帰った帰ったどうでしたか言ったら、ああみんな元気で、ああ言われたけやはりほっとしました、早くこの危ない季節子連れて帰れ言ってから、このおじいさん心配なきゃ、早この子お前の連れて帰れて、あの緑の道を歩いて帰れるかしら思うてね、まあ生きとって思ってよかった思いますよ。この人は1日に召集で二部隊出たんですかね、まあ死にに出たようなね言うてから言ったの、ああどっちみちは 軍隊じゃから、ちょうど朝の時間天候取る時間、みんな出とるとこ向こうの敵も寝ろったんじゃろうで言うてから、余計な軍人もみんな死んでしもうたね言うてから言うようなことでしたよ、まあ帰りに寄ってみようかしらんって言ったら、とっても行かれやせんよ女の、なんでからそこで入られせんよ言うてから、おじいさんのみんなが言われてから、そうよね言ってから、かわいそうなね思いながら私は田舎へ帰りました。どうぞ生きとってくださいって手を合わせてから帰りましたよ、かわいそうになりました。召集で出る時に私ら8月1日にあの軍隊へ送ってきたの弟をね、それでその時に8日が寝とったから、いつどうなれらからん、今頃のあの役場の証明をもろやあの葬式変えられるんじゃけ知らしんさいよ言うてから言いましたから、ほうねえってか言うて言うて別れたんが最後でした。知らしどころじゃない、向こうが先に死んだだろうね思ってから、ね、ただあれが出ていくときにね、紙を積んだのをね嫁さんが持っとった、その紙をねお墓を作ったときに入れたんです、その時に嫁さんに、あ赤ちゃんができとったからね、それでお墓を作る時に呼んだら、あそう紙を預かっておるんですってか、頭の紙を持ってきてくれました、そうじゃったん言うてかね、それの女の子ができて出る時には女の子じゃったらこう稽古、男じゃったらこう言って名前を決めて出たんじゃそうです。
それで今その恵子いう女の子が生まれおります。はあ、結婚していいおばさんになってますがね、うん、ね、早くとばっちゃいきませんよ。そう、私の主人がここのちょっと歌が上手、和歌を作るのが上手、好きな人じゃって、ほいであれが歌を書いて、アープの山緑深くして、君眠りますうぶすなの地にいう 歌を書いてくれた。それを墓で墓屋さんに行って掘ってもらおうって、でこういうの小さい墓を作って担いで持って行って据えたんですよ、うん、これはいいかったね思うてから今でも思います。阿武山の何は緑が深いけど、あなたが生まれた土地じゃけ静かに眠れいう意味の文句じゃしょう、うん、川内の方には私のおじじやらおばになるんですが、みんな勤労奉仕に出とったのね、あそこらの人は。主人が娘を連れてね、みんなおじじき二人ずつ死にましたよ、あの時に。私の母の弟になるおじさん連中もね、まあひどいことのあるもんじゃねえ言ってからみんな泣いたもんですがね。いろいろにね、今から科学が発達しすぎて何が起きるやらわからんや、恐ろしいですね、うん、ああ思いますよ。私はテレビによって嫌になる、恐ろしくなる、忘れやらしませんよ、忘れちゃあかんな、かわいそうなねえ、みんなつらいもしてから、こうしてお参りするだけね、お墓。忘れられませんつらい、つらい日ですね、余計な人が死んだ、亡くなったんですからね、うん、なあ悲惨なことです。二度と戦争があっちゃなりませんね、ああいうことがあっちゃいけませんね、拝むばっかし、二度と会っちゃうなら。